はい、こんにちは。3時のおやつ第7号です。今日紹介するおやつはこちら、スナック菓子の定番ポテチですね。味は韓国キムチ味です。表面がガタガタしたポテトですね。パッケージの裏側には綺麗なお姉さんが写ってます。まあ、この人もきっと整形してるんでしょうかね。メーカーはおなじみのオリオンです。韓国といえばキムチ、キムチといえば韓国、もうこれは鉄則ですよね。もう早速開けてみましょう。あ、いい匂いする。キムチというよりは、なんだろう、あのピザっぽい、よく日本でもピザポテトとかってありますよね。そんな感じですね。外観は普通のポテチですね。粉がまぶされているのでちょっと赤いです。それではいただきます。美味しくね。匂いまではピザポテトだったんですけどね、これは美味しくない。本当にね、キムチ臭い、しょっぱいね。あのキムチっていう割には全然辛くない。あの妙な甘さと結構舌に残るしょっぱい感じがあります。でもね、最初美味しくないって言ったけど、何枚か食べるとちょっとね、あのハマってくる感じはあるかもしれない。まあしかし、見れば見るほどにこう体に悪そうな色をしてますよね。ちょっと色は伝わりづらいかもしれないですけど、真っ赤ですよ。まあ日本にもいろんなスナック菓子ってあるじゃないですか。もうこんなのもあっても結構不思議じゃないかもしれない。まあ僕はあまり好きじゃないけどね。しょっぱくて喉乾くね。いやー、もういらねえな。まあいろんなスナック菓子があるにせよ、ポテチってのはやっぱり薄塩が一番なんですよ。まあ、だからね、まあ、こういう韓国臭いキムチ臭いお菓子っていうのはね、こうやってドーン。はい、今日はこれで終わりです。どうもありがとうございました。これからも海外のお菓子をどんどん紹介していきたいと思います。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。